もハッピーを散歩連れて行ってくれてありがとう。いつも散歩をおねだりしてごめんね。最近は散歩に行けなくなってたけど、それとご飯やささみ、トイレシーツをいつもたくさん買ってきてくれてありがとう。ハッピーのご飯のためにいつまでも仕事してくれて本当にありがとう。でも体には気をつけてね。それとばあちゃんのことよろしくね。ばあちゃんはハッピーに似てて強情なところが多いから大変だと思うけど、ハッピーだと思って大事にしてね。いつまでも元気でね。ハッピーはいつもそばにいるからね。